海外ダンサーがナンバーアンダーラインアイとコラボして強盗をさらに熱くするナンバーアンダーラインアイのメンバーが語るファンとの対話その真実とは有明アリーナで行われたナンバーアンダーラインアイの初公演はまさに夢のような出来事でした彼らのパフォーマンスは観客の期待を超え世界中のファンに感動をもたらしましたこの公演には海外からのバックダンサーも参加し 国国際的なな演出が取り入れられらままるるで異のの地にいるかのような錯覚を覚をえました特にダンサー紹介の場面で外国人のダンサーに混じって日本人の男の子がいたことに気づいた瞬間笑いが起こりましたこの公演ではナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーがずっと夢見ていたことを実現する場となりました彼らはファンと直接対話する機会を長い間待ち望んでおり そのの夢がこのステージで叶いましたセットリストに組み込まれた数々の演出はまさに圧巻でした最初の曲「OK コンプレックス」ではメンバーが上から登場し斜めになった円盤のような舞台装置の上でポジションを取る様子はまるで映画のワンシーンのようでしたさらに平野くんの空中での回転パフォーマンスは彼の代名詞とも言える見せ場であり 観客に強烈な印象を残しましまた神宮寺くんと岸くんが布を使って優雅に舞う姿も美しい演出の一環として多くのファンを魅了しましたまた富士の前に行われたファンネームアイリーズを組み込んだラップバトルは新鮮な驚きをもたらしました3人がサングラスをかけてパフォーマンスする姿はこれまでにない雰囲気を醸し出し多くのファンが楽しむことができました 特に、キシ君がパフォーマンス中にマイクが歯に当たってしまったエピソードは、ファンの間で大きな話題となりました。ステージ上でのアクシデントにもかかわらず、彼らはプロフェッショナルとしての冷静さを保ち、パフォーマンスを続けました。ナンバーアンダーラインアイの公演では、メンバー同士の和やかなやりとりも見どころの一つでした。特に、 岸くんが夏の暑さに合わせて布の量が減っていくことを嬉しそうに話したエピソードは観客を笑わせました。その発言に対して神宮寺くんが、ひわいと突っ込みを入れる場面もあり、会場全体が笑いに包まれました。このようなエピソードを通じて、彼らのパフォーマンスには笑いや感動が織り交ぜられ、観客は終始楽しむことができました。さらに、 今回の公演ではファンとの対話を大切にする姿勢が強調されました。ナンバーアンダーラインアイのメンバーはファン一人一人との交流を通じて彼らの思いを直接伝えたいと考えていました。特に MC の時間ではファンに対する感謝の気持ちを丁寧に表現し観客との距離を縮めました。このような姿勢はファンにとって非常に嬉しいものであり、 彼らの心に深く響きましたまたこの講演を通じてナンバーアンダーラインアイのメンバーは自身の成長と進化を示しました彼らは常に新しい挑戦を続けファンに対して最高のパフォーマンスを提供しようと努力してきました特に海外からのバックダンサーを取り入れることで国際的な視点を持ちより多様な表現方法を模索していることがわかりました このような取り組みは彼らが世界中のファンに向けて発信しているメッセージであり彼らのパフォーマンスに対する真摯な姿勢がうかがえますまた今回の公演はナンバーアンダーラインアイにとって特別な意味を持っていました彼らはこれまでの努力と経験をもとに新たなステージへと進化を遂げました特に平野くんのフライングパフォーマンスや神宮寺くんと岸くんの布を使った演出は 彼らの技術と表現力の高さを示すものでしたこのような演出は観客にとっても驚きと感動をもたらし彼らのパフォーマンスの魅力を一層引き立てましたさらにナンバー・アンダーラインアイのメンバーがファンとの交流を大切にする姿勢は彼らの人気の一因となっています彼らは常にファンの声に耳を傾けファンとのコミュニケーションを重視しています このような姿勢はファンに対する感謝の気持ちを表現するものであり、彼らのパフォーマンスをより一層魅力的なものにしています。今回の講演を通じて、ナンバーアンダーラインアイはそのパフォーマンス力と表現力を存分に発揮しました。彼らの演出は非常に創造的であり、観客にとっても新鮮な驚きをもたらしました。特に斜めになった円盤の上でのパフォーマンスや、 空中での回転パフォーマンスは彼らの技術と想像力の高さを示すものでしたこのような演出は彼らのパフォーマンスの多様性と魅力を一層引き立てるものであり観客にとっても非常に印象的なものとなりましたまた今回の公演では n o ン,ン,ンアイのメンバーがファンとの対話を大切にする姿勢が強調されました彼らはファンとの交流を通じて 彼らの思いを直接伝えたいと考えていました特に MC の時間ではファンに対する感謝の気持ちを丁寧に表現し観客との距離を縮めましたこのような姿勢はファンにとって非常に嬉しいものであり彼らの心に深く響きましたさらに n o ーアンダーラインアイのメンバーは常に新しい挑戦を続けファンに対して最高のパフォーマンスを提供しようと努力しています 特に今回の公演では海外からのバックダンサーを取り入れることで国際的な視点を持ちより多様な表現方法を模索していることが分かりましたこのような取り組みは彼らが世界中のファンに向けて発信しているメッセージであり彼らのパフォーマンスに対する真摯な姿勢がうかがえます今回の公演を通じて No. アンダーライン・アイはそのパフォーマンス力と表現力を存分に発揮しました 彼らの演出は非常に創造的であり、観客にとっても新鮮な驚きをもたらしました。特に、斜めになった円盤の上でのパフォーマンスや、空中での回転パフォーマンスは、彼らの技術と想像力の高さを示すものでした。このような演出は、彼らのパフォーマンスの多様性と魅力を一層引き立てるものであり、観客にとっても非常に印象的なものとなりました。また 今回の公演では、ナンバーアンダーラインアイのメンバーがファンとの対話を大切にする姿勢が強調されました。彼らはファンとの交流を通じて、彼らの思いを直接伝えたいと考えていました。特に MC の時間では、ファンに対する感謝の気持ちを丁寧に表現し、観客との距離を縮めました。このような姿勢は、ファンにとって非常に嬉しいものであり、彼らの心に深く響きました。 さらにナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーは常に新しい挑戦を続けファンに対して最高のパフォーマンスを提供しようと努力しています特に今回の公演では海外からのバックダンサーを取り入れることで国際的な視点を持ちより多様な表現方法を模索していることが分かりましたこのような取り組みは彼らが世界中のファンに向けて発信しているメッセージであり 彼らのパフォーマンスに対する真摯な姿勢が伺えます今回の講演を通じてナンバーアンダーラインアイはそのパフォーマンス力と表現力を存分に発揮しました彼らの演出は非常に創造的であり観客にとっても新鮮な驚きをもたらしました特に斜めになった円盤の上でのパフォーマンスや空中での回転パフォーマンスは 彼らの技術と想像力の高さを示すものでしたこのような演出は彼らのパフォーマンスの多様性と魅力を一層引き立てるものであり観客にとっても非常に印象的なものとなりましたまた今回の公演ではナンバーアンダーラインアイのメンバーがファンとの対話を大切にする姿勢が強調されました彼らはファンとの交流を通じて 彼らの思いを直接伝えたいと考えていました。特に MC の時間ではファンに対する感謝の気持ちを丁寧に表現し観客との距離を縮めました。このような姿勢はファンにとって非常に嬉しいものであり彼らの心に深く響きました。